レッドエレクトリカデエスパーニャは、スペイン・マドリード郊外のアルコベンダスに本拠を置き、スペイン全域の送電網を一元管理する送電事業者、マドリード証券取引所上場企業。シ社は1985年1月、世界で初めての送電網管理に特化した電力会社として、スペイン政府全額出資の産業公社参加に設立。 1999年7月にマドリード証券取引所への株式上場が実施され、自社の株式はスペイン政府保有の20%を残して売却された。1990年にフランス及びポルトガルと総電網を連結。1998年に海峡を挟んだモロッコと総電網を連結。2004年にはカナリア諸島やバレアレス諸島。 セウタの送電網を新たに保有。2007年に、リシャを、スペイン唯一の送電管理事業者をする法律が、可決された。リシャは、持ち株会社レッドエレクトリカコーポラシオン SA の、スペイン国内部門を担当しており、国外事業については同持ち株会社参加のレッド、エレクトリカインターナショナルが担当している。2002年に、ボリビアのトランスペルタードラでエレクトリシダオウニオン、 フェノーサから買収試行会社化したが、2012年5月のボリビア政府による同社国有化により手放した。現在のグループ会社としては、ダークファイバ管理会社のリインテル、ペルー南部の送電網を管理するレッドエレクトリカ、デルスール、SA、チリにおける保有資産を管理するレッドエレクトリカ、チリ SPA などがある。2006年にリ社は給電管理施設として、 コントロールセンターの結果を設立した。同施設では、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーと、コジェネレーション発電の監視、制御により、天候による電力供給の影響を最小限に抑える仕組みを構築、火力発電など、既存の発電設備を調整弁としつつ、送電網の一元管理を保持することで、 スペインにおける電力の安定供給を維持している。ありがとうございます。